こんにちは、サイです。今回は FP 検定についてお話ししていこうと思います。私は先週の日曜日5月23日に FP 技能検定の2級を受けてきました。一応マークミスがなければ合格している予定なので、今回は私が2級とあと3級の時に使った参考書の紹介や勉強方法や勉強期間などの紹介をしていこうと思います。一応今回も目次を作ったので、気になる内容があれば飛ばして見てみてください。はい、では最初に FP 検定がどんな検定かを簡単に紹介していこうと思います。FP 検定の FP というのはファイナンシャルプランニングの略で、簡単に言うとお金に関する知識の検定です。1級と2級と3級があります。 FP 技能検定は国家資格なんですけど、年齢などの受験資格がなくて、しかも内容もそこまで難しくないので、とても人気で毎年20万人くらい受けているみたいです。試験は学科と実技があって、どちらも6割取れたら合格です。合格するとこんな感じの賞状をいただけます。では次は私が実際使った参考書だったり勉強法を紹介していきます。先に3級からお話ししていくんですけど、3級の時はこの教科書とこの問題集を使っていました。一番定番の参考書だと思います。保険だったり年金だったり株だったり、全然知らない単語がたくさん出てきたんですけど、このシリーズはイラストがたくさんあって説明も分かりやすいのでおすすめです。3級の時はこの2冊だけ使って、学科実技ともに9割近く点を取ることができました。勉強期間は2ヶ月くらいで、1日1時間くらいを使ってゆっくり勉強していたんですけど、今思うとそんなに前からやらなくてもよかったかなと思っています。私の周りでは2、3週間1日1、2時間の勉強で合格していた子もいたので、もちろん人によるんですけど、私は1ヶ月前くらいから勉強をしていくのがいいのかなと思います。次に勉強方法なんですけど、 FP 検定は過去問と同じような問題がほとんどなので、とにかく過去問をたくさん解くというのが大切です。最初に教科書とかを読み進めたりしがちだと思うんですけど、教科書は問題集の解説を見てもわからなかったところを確認したり、覚えたことがごちゃごちゃしてきた時に頭の中を整理するのに読むくらいで大丈夫です。まあ人によってはなくてもいいのかなと思います。目的が試験に受かるということだけであれば、問題にあまり出ないところも多くあるので、教科書を全て読んだりするのはあまり効率が良くないのかなと私は思います。あとは私が3級を受けた時には知らなかったので、2級の時にしか使ってないんですけど、 fp39.com 過去問道場というサイトがとってもおすすめです。過去8年分くらいで、 FP 検定は年に3回あるので、約24回分くらいの過去問を無料で解くことができます。で、解説もついていて、解説もとても分かりやすく詳しく書いてくれているので本当におすすめです。3級だったら参考書を買わずにこのサイトで勉強するだけでも合格できそうだなと思います。では次は2級のお話をしていきます。ちなみに2級は3級が受かってないと受けることができないので注意してください。2級で使った参考書は先ほどと同じシリーズのこの教科書と、あとこっちは友達にもらったんですけど、学科と
実技の過去問題集です。あと一応こちらの問題集も少しだけ使いました。これは3級を受けないと2級が受けれないっていうのを知らなくて、一番最初に2級を受けようとして、その時に一番最初に買ったものです。一応使ったので紹介はしたんですけど、問題数があまり多くないのと問題がちょっと簡単かなと感じたので、正直あまりおすすめではないです。他には先ほど紹介したサイトの2級バージョンの fp2q.com 過去問道場というサイトを使いました。今回も勉強期間は2ヶ月前から始めて1日1時間くらいやっていました。と、私は3級を取ってすぐ2級を取ったっていうのと、3級の時は勉強を早く始めすぎていたので、3級の時と勉強期間がそれほど変わらないんですけど、3級と2級を受けてみて、やっぱり2級の方が全然難しかったので、3級の時より時間は多く必要になると思います。では次に2級の勉強方法なんですけど、2級も過去問をとにかくたくさん解くというのがやはり一番大事になってきます。過去問道場を知る前は先ほどのこちらの過去問題集をやっていて、知ってからは過去問道場と併用して問題を解いていました。過去問道場を使う場合は問題集は買わなくて大丈夫だと思います。と、教科書は3級と同様に問題集の解説を見ても分からなかった時や頭がごちゃごちゃしてきた時に使うくらいでいいと思います。3級の時は先ほど紹介した教科書に大体載っているところからしか問題が出なかったんですけど、2級は教科書に書いてないところだったり深く書かれていないところから問題が出たりしていたので、教科書に書いていなかったところはこんな感じで付箋に書いて貼ったり、そのまま教科書に書いたりしていました。3級はどちらかというと実技の方が難しいかなくらいだったんですけど、2級は学科の方が難しいと思います。学科7、実技3くらいで私は勉強していました。実技の問題は大問が5つあって、その中にさらに3問問題があるんですけど、そのうちの1問が計算問題になっています。この計算問題はある程度どんな問題が出るかパターンが決まっているので、計算方法を覚えてしまえば簡単でとっても点数が取りやすいところです。なのでここは特に過去問で何回も繰り返し練習して絶対に点数が取れるようにした方がいいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。今回は FP 技能検定の勉強方法などを紹介してみました。また試験が近くなってきたら当日の流れだったり直前にやるべき勉強などの動画を撮る予定なので、そちらもぜひチェックしてみてください。そして月曜日から木曜日に毎日 Study with me を投稿しているので、FP の勉強のお供に使っていただけたら嬉しいです。あと最後にチャンネル登録と高評価もぜひお願いします。じゃあバイバーイ。